ください。それでは表題の論文について全言語処理研究室の勝田が紹介します。今回の論文の内容は、NLP でよく使われている RNL で、新しい、その中身の、提案をするっていうようなものになります。でイントロです。RNN は長い文字列を扱う際に NLP でよく使われているもので、ただそれのままだと単一の隠れ状態、記憶ができなうまく系列を保持する情報を保持することができなかったりして、情報が失われるっていうような問題があって、LSTM とか GRU みたいなものも使えるんですけど、それでもまだ本当の長期の記憶とか、効率的な学習はできていないということで、その新しい、回転っていう操作を用いる、RNN のユニットっていうのを今回提案しています。この、回転させるっていうので、どういうことが、うまくいくかっていうようなも、話を、ヒシャルはしていて、より遠くの、ものを記憶しやすくなるというのと、あとも、要約とかのタスクにおいても網羅的な情報をちゃんと保持できているというようなことを、今の図は、絵文字がちゃんと記憶できていて、数字1とすると、ちゃんと入力1のところのものを引っ張ってこえるみたいな実験をやっていたり、こういうような感じで、実際に要約のタスクでおいて、LSTM と RU で比較して、ちゃんと情報前の方も引っ張ってこれているよみたいなのとか、LSTM だと結構最後の方で同じ情報を繰り返し出力するみたいな傾向があるに対して、RU は結構網羅的に情報を取れるよっていうような、そういうことを話しています。で実際にその、どういうモデルかっていうので、基本的にその、さっきの GRU の中身を少し、に回転の要素を繰り込むっていうような形なんですけど、こういう、イメージで言うとこういうので、基本的にただ回転行列を使ってそのベクトルの大きさ変えずにそのままその位相をずらすっていうようなもので、それで目的の位相にやって、その効率的に情報を保持しようみたいな、そういう考え方で行われています。で実際にその回転させる部分っていうような計算がそのローテーションっていうので、この R、シーターってところが実際にその回転行列をになるんですけど、以下の式で回転が行われています。で、細かいアルゴリズム的の話は以下の通りで、でパラメーターが更新されていきます。で実際にその RUM の評価のテストになるんですけど、その評価に5種類のデータで、上は、一般的上2つが RNN のそもそも長期記憶に関する、一般的な評価というかテストになって、下3つがその NLP タスクでの評価になります。で1個目なんですけど、まず、この、RNN で実際に行われているテストっていうので、まず先頭、N 個のアルファベットの文字っていうのを入力した後に空白をその大量に、入力して、最後にマーカーっていうものを入力するっていうような、ものになるんですけど、RNA のモデル的にはその最終的にマーカーっていうのが入力されたときに初めてその一番最初に入力されたアルファベット N 個が何だったかっていうのを出力させるっていうようなタスクで、それでちゃんとその長い空白が入ってても記憶を保持するような学習ができているかみたいなものを見ています。でちょっと数が多くて見づらいんですけど、RUM のこの精度を表しているのが、大体 この3つの線になっていて、RUM は、
まあ、一応他の提案手法もいろいろあるんですけど、まあ、それに比べると、学習自体は遅い。ただ、まあ一般的に使われている STM にっていうのは、まあ、そのあんまり長期記憶ができて、この一番上のほぼ一直線になっているのが LSTM とか GRU の線になるんですけど、まあ、これが、まあ、これは筆者ら的には完全にランダムな出力に等しいような感じで、まあ、ランダムに出力すると大体これこのクロスエントロピーのところに収束するっていうような話で、まあ、LSTM はそこまで遠くのものが記憶できていないけど、まあ、RUM であれば、まあ、ちゃんと保持しているっていうような、まあ、実験をしています。で、まあ、まあ、回転の要素、一応このRUM ダッシュっていうのは、まあ、回転の要素の部分を、まあ、ちょっと凍結して、まあまあ、回転、本当に回転が必要なのかみたいな、まあ、追加実験もしていて、まあ、実際に回転か、回転させる部分っていうのを、まあ、固定すると、まあ、学習がすごい遅くなるっていうことで、まあ、長期の記憶の保持には、まあ、ベクトルを回転させるっていうのが、まあ、重要な要素としてなんじゃないかっていうふうなことを述べています。で、まあ、次に、まあ、似たようなタスクになるんですけど、これも同じ RNN での長期の記憶のテストになっています。で、まあ、入力が文字列と数、アルファベットと数字のペアっていうのの、まあ、をランダムに並べて、まあ、入力するんですけど、その後に、まあ、実際にクエリっていう、まあ、文字列のものを入力して、その文字列の次の数字何だったかっていうのを、まあ、解かせるっていうようなタスクになります。で、実際にこれでも、まあ、LSTM とかでは、まあ、精度は良くない。で、さっき良かった、EURNN とかそこら辺のは精度、さっき1個前のテストだとすごい早く、まあ、学習が済むっていうようなことがあったんですけど、今回のタスクではそこまで精度は良くないけど、 RUM では、ラムダを、あ、ラムダっていうのが、あの、ちょっと説明しな、ラムダが、その前の情報を、まあ、前の回転、前の R の情報を使うか、まあ、使わないかみたいな、まあ、そういうようなパラメータになっていて、まあ、0だと、まあ、完全に今の計算で、まあ、1にすると、まあ、過去のやつもとの積を取るっていうような、まあ、そういうことになります。で、まあ、ラムダにして、最終的な出力をノーマライズしないっていうのをすると、まあ、T30、長さ30でも長50でも、まあ、両方精度100のものを出すことができます。っていうので、まあ、次に NLP で実際に試してみるんですけど、最初に、まあ、QA のタスクを解いていて、基本的に RNN のモデルをただ、RUM に置き換えるっていうような形で、まあ、学習をします。で、この QA で使っているのはシンプルな RNN のモデルで、まあ、それ RNN に、まあ、だけのものとそれに一応アテンションをつけたもの両方で比較を行っています。で、これだと、まあ、純粋な LSTM とかに比べるとすごい、RUM っていうのは精度が高く、LSTM、アテンション使わない場合だと、まあ、RUM の方が圧倒的に高くなって、まあ、アテンション LSTM と、まあ、同程度の、まあ、精度を出すことができているっていうようなことでを述べています。で、あ、次ですね。で、次に言語モデルでの評価を行っています。ファストスロー RN っていうものを、まあ、ベースに作っていて、まあ、キャラクター単位での、まあ、言語モデルを、今回の場合は、値的には低い方がいいので
まあ、RM と LSTM での基本的には差を見ているんですけど、そうですね、基本的に今回の場合 LSTM っていうのが、まあ同じようなパラメーターである、RUM っていうのは、まあ、学習すると LSTM の方が若干強いんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、RUM を2層に重ねて使うと、まあ、より良くなるっていうことや、まあ、FSRNN っていうのに組み込むと、LSTM より RUM の方がより、なんか下げることができるっていうようなことで、まあ、ここで一応中身的には結構 LSTM と RNN、RUM、そうですね、まあ、結構僅差なんですけど、まあ、似たような処理、精度を達成することができる、まあ、って言います。でテキスト最終的にこの最後に要約のタスクにおいて述べていて、まあ、今回の RUM とか結構この要約に、まあ、適したタスクモデルだというようなことを述べています。でポイント、実際、LEAD というものをベースに、まあ、LSTM から RUM に置き換えて実験してるんですけど、まあ、モデルというのが、まあ、ポインタージェネレーターネットワークというものに、まあ、アテンションをつけたモデルをベースとして考えています。でサイエンスダイアリーっていうところからデータクローンして、それも一応一部データセ、テストデータ用に使っていて、まあ、4種類のデータにしています。まあ S2S っていうのが、まあ、そのままストーリー、まあ、純粋な要約タスクを解かせるやつで、2つ目は、まあ、シャッフルし入力の、文を、まあ、シャッフルしてちゃんと入力する。で次3つ目が、まあ入力に対して要約ではなくてタイトルを予測させる。で4つ目は、入力と全く違うドメインでのテストというようなことを行っています。で、まあ、上の方はその CNN とダイアリーメールコーパスというもので評価を行います。で今回のタスクは、まあ、RUM エンコーダーデコーダーのっていうことになるんですけど、まあ、今回、エンコーダーとデコーダー それぞれで、まあ、RUM を別々に、まあ、組み込むか組み込まないかっていうのをまあやっていて、まあ、一番上は純粋に LSTM をで自分その筆者らが実装したものになって、でデコーダーだけをやったものと、エンコーダーデコーダー両方とも RUM に置き換えたもの、まあ、逆にエンコーダーだけをまあ、RUM に置き換えたものっていうような実験をしています。で最終的には、筆者らの、まあ、結論としては、エンコーダー側は、まあ、LSTM 使って、まあ、デコーダー側は RUM を使うっていうのが、拡大図、筆者ら的には デコーダーを RUM に置き換えるっていうのが、精度が良くて、まあ必ずしもなんかエンコーダー側も、まあ、RUM に置き換えるのがまあいいというわけではないっていうような形になっています。でまあ筆者ら的にはその最初のまあ注意で、エンコードするときにまあ局所的にまあ LSTM とかでコンテキストに焦点を当てるっていうようなのがまあいいんだろうと。でまあ逆に出力側はまあ流暢な出力するためにはまあ長期的なそういう記憶っていうのがまあ重要になってくるんじゃないかっていうようなことをまあ述べています。まあ、なんでまあデコーダーを RUM に置き換えるとまあ精度が良くなるだろうと。でまあ下の方でいう、まあ、さっきメント追加のテストでやってたんですけど、まあ LSTM はまあ要約とかのタスク普通に要約させるときは、まあ、強くなるんですけど、まあ、こういうこの原因が結構その文をそのまま引っ張って、まあ、どこだったかよく分かんないですけど、まあ、そのまま抜き取ってくるような
データセットになっているっていうことで、まあ、そういうなんかタスク的に簡単なのが LSTM に結構有利に働いたかもしれないっていうようなことで、まあ、シャッフルするとそれがちょっとまあ緩和されていますみたいな形のことを述べていて、アウトオブドメインの学習においては、まあ、RUM が圧倒的にいい精度を出しているっていうことでを示しています。で、まあ、最終的にまとめになるんですけど、まあ、今回その、まあ、回転っていうのを組み合わせて、長期的な記憶を可能にする RNN のモデルを提案しています。で実際に、まあ、いくつかの評価を行って、まあ従来のものよりも、まあ、精度が優れているっていうのを確認できています。で、まあ、REM 結構アウトドメインとかそういうのに強いような特性を示していて、まあ、転移学習とかそういうのに、まあ、結構可能性があるんじゃないかっていうことで、まあ、まとめています。以上で発表を終わります。